こんにちは。ベドベッド体験をお伝えします。私は肩こりくらいしか症状がないんですけれども、主人の方が糖尿病を患っています。それでベドベッドをちょっと体験してみたいなと思って申し込みました。で、8時間体験の感想ですけれども、いつもはですね、朝まで目が覚めないことが多いんですが、ベドベッドを体験した日は3時間ほどで目が一旦覚めて、で喉が非常に渇いてました。なので水分を補給して、で水分補給した後にまたベッドで休んだんですけれども、感覚として体がなんか軽い感じがしたんですが、またベッドに横たわった時に思考だけがこう意識されて、で体がなんか自分の体じゃないような感覚というのを少し感じました。で朝、いつも通り起きて、でなんか変わった感じするかなと思ったんですけども、その辺はあまり感じられず、いつも通りな感じです。で主人の方にどんな感じだったかっていうのを聞いてみましたら、主人の方も休んだ時になんかこう、何かが違う感じがしたというふうに言っておりました。ただ朝目覚めた時はいつもと変わらなかったというような感想でした。ですので、また何回か試してみたいなというふうに思いましたので、ちょっとこのビデオを撮らせていただきました。よろしくお願いいたします。では。